韓国版ドラッグストアとしてすごいベタベタしない本当に。ベタなんかめっちゃ欲しいよね。値段も安い。これ使いたい。これ買いたい。レストランブレンドキサナバこうやって言われると買いたくなっちゃうじゃないですか。私はこっちが好きですね。これ買いたい。皆さんおはようございます。ジンです。これ兵道관광자ありません。 VIP の方と今韓国明洞に一緒に来てます。今日はね明洞にあるオリブヤングで撮影許可いただいたので今日がっつりあの説明も聞いて皆様にオリブヤング見せたいと思います。なんと明洞の本店のオリブヤングですね。あのフラグシップっていうところで撮影をする予定で本当に韓国で売れる商品そして日本と何が違うのか外国人には何が人気なのかなどいろいろ聞けると思うので今から向かいたいと思います。ここは明洞のど真ん中で明洞성당のところですね。そこに向かっていると目の前にあるところがオリブヤングですね。はい、ということで今日オリブヤングの明洞本店で初めて許可をいただいて今日あの撮影をしたいと思います。実際の私もちょっとあの興味あるところもあれば普通に今日説明で終わればいいんだけど絶対買おうと思うのでとりあえずあのカゴを持って中見てみたいと思います。で今一番売れてるそして一番推してるものがずらりと並んでるんですけど今は多分ドクタージーを今多分出してる。前は 70% ぐらいのセールの情報があったんですけど今はあのドクタージーの情報が今出てますね。レッドブレミッシュなんですけどこれ今あの10周年というあのイベントでジャングが出てます。日本で新ジャンっていうのがジャングですね。で外側もさっき窓を見てたら全部ドクタージーになってて今イベントをしてるんですね。いろんなコスメの情報があって皆さん多分日本だと今一番流行ってるのがレチノールとか韓国が一番今流行ってるのは EGF ですね。 EGF に注目をしている理由が前にも人気だった EGF なんですけどまたその流行りが戻ってきて生コスメが実際今韓国ではとても人気です。生コスメっていうのは簡単に言うとあの病院で作っているもの医者さんとかが研究して作ったものなんですけど私が皆様に紹介しているエルツティンそしてアイリーとかが生コスメラインに入るんですね。それはあのデパコスなんでちょっと値段がちょっと高いんですけどオリブヤングがちょっと値段を抑えた生コスメもたくさんあるんですね。こんなに種類があるんですよ。値段的にも見たら2000円3000円のぐらいの値段だからだいたい普通のダマコスメの3分の1の値段とか半額ぐらいの値段が多いですよね。基本的にまあ一番韓国で EGF その再生をしたい肌のターンオーバーを促進するものが多いのでそれに合わせて鎮静のセラムとかが今すごく人気です。ここを見ても全部鎮静ですね。鎮静セラムレッドチンジョントーンアップサンこれは皆さん日本の Q10 とかでも馴染みがあると思うんですけどセルキジョン C とかもここに全部あります。この次のラインがあのスキンケアのラインでここに全部ありますよね。あの元々韓国で一番老舗のブランドの一つのアイオペからスタートしてアニュアルエスティローダー有名なブランドとかも他に入ってますよね。オリブヤングって安いものが多いっていうイメージあるけど元々海外では有名で韓国にはデパートに入るまではちょっと認知度が少なかったブランドを全部抱えてくれたっていうかそれですごく有名になったので実際韓国のブランドだけではなくて海外のブランドとかにも注目してみるのもいいのかなと思ってます。日本で未だにすごく人気なドクタージャルト韓国では昔ほどではないけどでも未だにやっぱり人気を誇るラインですね。ドクタージャルトのラインがこんなにあります。そしてアイソイコスメショップにも入ってるけどオーガニックショップこの間行ったあのビープルのショップにも入ってたブランドですね。大体皆さんこのピンクのラインを思い出すと思うんですけどこれだけではなくて見たことないコスメもたくさんあって値段も結構安いですよね。2000円3000円ぐらいのやつで全部買えます。で皆さんのブリングリンっていうブランドご存知ですか。これあのオリブヤングのオリジナルブランドであって、まあ、いろんなブランドを扱っててその中で研究をしていいものを安く出したっていうのがコンセプトですね。実際のビーガンコスメになっていて韓国の流行りのやつで、まあ、動物実験とかをしませんよっていうことで、植物成分だけで作ったのビーガンなんですけどビーガンっていうとやっぱり効くのがちょっと遅くなるとか効果が薄いっていうイメージがなくもないかもしれないですけどビーガンなのに効き目が早いっていうのがコンセプトで出しているラインですね。私もビーガンコスメの中でブリングリンすごく注目してて韓国のオリブヤングでも買いたくても売り切れになるほどとても人気なやつが日本にも入ってくるとは思うんですけどとてもあの有名なやつですね。これがこの前までもずっと1位だったトーナーですね。スージングトーナーって言って量も 500ml なんですよ。すごくないですか。ただの水っぽく見えるけどセラム使ってるっていうぐらいとてもなんか濃厚さが感じるぐらいさっとなんか吸収も早くて
匂いはしないですね。これが、サーミル特価になってます。6月9日なんですよ。今日からスタートした3日間の割引なので、この動画が皆さん見たらもう終わってるけどこの値段で買えますよ。1800円ぐらいで買える。しかもミニタオル贈呈って書いてる。これ買いましょう。これも面白そうですよね。綿布書いてて、タケノコ、メンマ、タケのヒアルロン酸、成分をちゃんとこう書くことによって面白いですよね。メンマの匂いするのかな。ツージングトーナーよりもかなり水っぽいっていうか、すごいなんか馴染みも良くて誰も使いやすそうなっていうのはこっちですね。ヒアルロン酸で保湿をしたい方にはとても人気かも。セラムがベタベタしてて夏とか使うのに躊躇してると思うんですけど、とはいえ栄養は入れなきゃいけないけど、とても軽いセラムとして人気なやつですよね。すごいベタベタしない、本当に。これ今塗った瞬間分かったのが、買うしかないです。これはその次がグーダラなんですけど、オリーブヤングでもランキング2位ですよね。この前までもずっと上位ランキングに上がっていたもので、私も皆様に紹介したんですけども、こちらも夏とか使うのにとてもいいんですよね。トーンアップはまずビタミン C って考えてほしいなっていうふうに思ってます。この中でもセラムがとても人気だったんですけど、これもすごくいいですよね。ビタミントーンアップクリームなんだけど、紫外線3ブロックですかね。トーンアップされる、本当に白くはなるっていうイメージはあるけど、その中でもかなりこう見てもう白くなりますね、すぐに。ただ変な白気じゃなくてトーンアップしてくれるやつよね。あ、これいいかも。軽くサンクリームだけ塗りたい、夏はちょっとベタベタするの嫌だしっていう人にはこういうのもいいかもしれないですね。とてもまあ人気なブランドで、クダルっていう名前もそうじゃないですか。クッドオール、まあ、全ていいものを入れるっていう、プリオから出したブランドですね。プリオがとても人気で、オリーブヤングも大きくなってきたので、オリーブヤングとグーダルはとても相性も良くて、日本でも大人気なものになってます。この間皆様に紹介してたセラムがなんでないのかなと思って、実際品切れになって今日も入ってこないそうです。うわすごいですよね。そして明洞のフラグシップには香水とかもとても充実していて、手頃な値段から高い値段のやつまでも全部あります。高いやつだと1万円ぐらいはするんですけど、安いやつだと4、5000円ぐらいのものも結構ありますよね。なんかめっちゃ欲しいよね。値段も安い、4000円もしないのに。麦茶ですね、麦茶、ノンナの 100% 入ってるやつ。上がってみましょう。そしてもともとオリーブヤングが韓国に入ってきた時は韓国版ドラッグストアとして入ってきたので、日本の松清とかって思ってる方も多いかもしれないですけど、韓国はこういうお店を H&B ショップって言って、ヘルス&ビューティーショップですね。なのでこういうところは女性用品も充実しているところもあって、アイケアとかフットケアとか特定の湿布とか売っているコーナーもあるので、ただコスメとか薬とかっていうイメージよりは、自分をより豊かに健康的にそして綺麗にするために物が揃ってるっていう風に考えればいいのかな。ここから見ても皆さん分かると思うんですけど、コスメだけじゃないんですよ。ネイルのコーナーもあって、メンズのコーナーもあって、ライフスタイル、あの掃除用品とかも売ってるし、ペット用品とかもあるし、これうちのゲピの食べ物でたくさんあげても太らないっていうコンセプトですよね。なんか安くなってる、どんどん安くなっちゃう。フードコーナーもあるんですね。カフェとかも入ってるので、コスメだけだよねって思うより、まあ、男性の方とか若い人だけではなくて年配の方とかもぜひやってみると面白いのかなと思ってます。コスメだけにフォーカスしているところもあるんですけど、明洞のフラグシップの場合は大きいし充実してますよね。これ韓国でインスタとかでもとても人気だったやつ、結構高いんですけど、これだけで4300円だから、これを使うと髪に静電気起きないし、すごいシルクのように滑らかになるよっていうことですごい人気だったんですけど、外国人たちは小さいのを買うせいか、これソールドアウトされてる。大きいやつがいいですよ皆さん。なんだブランドがジェニーハウス、ジェニーの家、なるほど。あ、チャホンですね。ここに着くぐらい結構高級ラインなんですよね。チャホンは日本に進出しているところが少ないので、ロアボーテショップでは買うことができます。もともと値段も高いやつで、一番有名なのはこのカールクリーム。実際パーマをしてないのにこれを塗ることで自然なカールが出てくるよっていうことでとても人気なやつです。チャホンはとても有名なブランドですね。そして今日も使ったんですけど、韓国は液体タイプのスプレーが流行っているので、白くもならないし硬すぎず自然に固めるのができるので、この2つはとてもいいのかなと思います。あら、ジェニーハウスはこっちじゃないですか。本当のジェニーだ。アンニョンジェニー。いや、男性のラインも充実してますね。皆さんに私が紹介していたフィットティクスイエローですね。これシンセギョンがダイエットしていてよく飲んでいるフィットティクスイエローが入っていて、黒の方が実際いいけどね。黒はまあ Q10 とかでも売ってますし、 Q10 のメガリとかで買うのが安いのかな。女性にいい乳酸菌、気になる匂いとかをなくしてくれるっていうことで有名な乳酸菌ですね。分かりやすく書いてるのがいいですよね。体重管理って言ってダイエットに関するものもあれば、これ見て、肝、ヌン、肝臓と目にいいやつとかですよね。そういうのも入ってます。これいいですよね。ミルクシスル、肝臓にとてもいいやつです。
ここいきなりお酒を売ってるんですよね。なんかワインも売ってるし、食べ物も売ってるし、面白いですね。ビューティーです。あとここで手も洗えるし、いいですよね。自分のコスメとか使ってみたり、ボディウォッシュとかのテストができるから、こういうコーナーがあるんですよね。すごいいいですよね。あとこちらの飲み物はなんかすごいヘルシーそうなものがたくさんあると思ったら、ワインが入ってるんですよ。ワインが、ワイン一杯飲みたい時に買うやつ。お、プロテインあるよ。150円安い、いいよね。ウェイクメイク、ウェイクアップコーナーがあるんですけど、でウェイクメイクは立て直し、オリーブヤングのオリジナルブランドですよね。なので値段が安いんですけど、とても発色も良くて、ルセラフィムがモデルになってるから、とても人気を誇るところです。日本には多分入ってないと思うんですよね。本当に900円台とかもあるし、安いんですよ。こういうね、1234、1236カラとかが2400円ぐらいだから安いですよね。このケースはどこで作ったか分かりそうですよね。これアイビームと一緒。これも分かりそうでしょ。ケースが皆さんなんで似てるかっていうと、韓国は作ってる工場が決まっているので、みんな一緒です。じゃあ、이거하나만받을수있을까요？혹시팔레트중에가장인기있는게뭔지혹시알수있을까요？제일잘나가는거。네、ウェイクメイク중에서。아、4번도많이나가요？아、이거、이거、これ売れるって。이것도하나주세요。아、이거하나、이거하나주세요。감사합니다。若い人が来るからなのかな。でも使いやすさはラメついてるの、上の2色3色だけなんですよね。あ、シェーディング1つずつあるのね。ヒンス、あのベースのメイクアップのところなんですけど、まあ、日本でも人気なのヒンスですね。でヒンスは一番のシグニチャーがこの上の玉なのに、玉が全部取ってあります。持ってかれたのか置いてないのかどっちかわかんないけど、ヒンスをテストすることができますね。17個からあります。21、22、そして17。私なら多分22使うけど、あとカンシラとかもありますよね。私この前まですごい愛用していたクリオの、 あのキルカバですね。キルカバライン、あー、ありがとう。あ、本当ですか、ありがとうございます。あら、カズハがいるんですよね。エチュードのモデルですね。皆さん、エチュードは韓国の発音はエティードです。エティード、エティードハウス、わかりますよね。韓国の2つ有名なハウス、エティードハウス、ジェニーハウス、違うか。そして皆さん、待ちに待ったロマンドでございます。日本ではナンバーワン、まあ、人気誇るものですよね。ローソンにも今入っていて、すごく人気なやつですよね。韓国でもロマンドは人気あるので、やっぱり一つのコーナーが全部、まあ、ロマンドになってます。カラー自体は日本に比べると品揃えば日本の方が多いので、皆さん日本でどこでも買える、すごく有名なものだし、そこで買えばいいのかなと思います。これは何ですか？任天堂カセットテープですか？なんかこうツバを塗ってここにこうやって、私あの日韓交流会の、 あのメイクアップショーの時に実際スホさんが使うもので選んでくれたのがロマンドのパレットですよね。有名な方が選ぶほどとてもの発色がいいものですよね。やっぱりロマンドは、まあ、認知度だけではなくて実際結構使われてるものですよ。やっぱり発色系がとてもいいのかな。これも使うし、チーク、これを塗ると毛穴が目立ちにくい。値段も安いよね。1000円しない値段ですね。これは何ですか？ヨード液ですか？薬みたいな形、なんか好きだけど逆に良くないですか？落ちなさそう。やっぱりケースで値段を抑えてるから安いですよね。800円ぐらいしかしない。これは私すごい使ってるよね。ユンキョルクワンクッションっていうのは、あのユンキとかキョルとかよく言うけど、自分の肌の個性は残しつつツヤが出るように出す。でこれはもうちょっと保湿系に見える、水っぽく光ってくれるやつ。私これ使いたい、これ買いたい。軽いですね。軽いし、自分の肌色とあんまかね、ほんとちょっとだけ明るいか、ベースとか、例えば今サンブロックでよくトーンアップされるものって多いじゃないですか。それで頑張ってもらって、これは毛穴だけ隠すみたいな感じで使うといいかも。私これ買いたい。チャギアン、サギン、이거하나만주세요。이거아미드23모하나만주세요。네、아누드누드。아감사합니다。혹시제일잘나가는파운데이션같은게있을까요？브랜드든뭐가됐든그냥경험상도괜찮아요。바닐라코, 네네, 네네, 감사합니다. 네네. 에스쿠아 브랜드 잘 나가서, 에스쿠아 거기는 실로 최근에 리뉴얼돼서 잘 나가서. 아, 네네네. 빅로가 すごい 인기였대, 그래뭐. 이런 팩트 같은 거보다 이렇게 자기가 써서 짜서 쓰는 거를 더 많이 써요? 취향 차이긴 한데, 팩트가 조금 잘 나가는 것 같아요. 아, 그래요?なんかそうやって言われると買いたくなっちゃうじゃないですか。23でも明るい方だね、これは。すごい明るいよね。人気なんだ。
結構マットなんで、ラメがついててキラキラしてる。汗かく人とか姿勢肌とかの人には逆にいいかもしれないですね。ちょっとこう工夫して一緒に使ったらいいかも。フィグ新しくリニューアルしたものがこれって言ってた。あ、こっちの方がみずみずしくて使いやすいかも。光沢感は出て伸びは良くてマットでしょ。同じ23号でもこっちはカバ力っていうよりは塗りやすくて質感は出るっていう。私はこっちが好きですね。これ買いたい。22明るいのかな。明るい、めっちゃ明るい。これもピンポイントちょっとこう使わないと多分ダメ。23使ってみようかな。私こういう形が好きですよ。やっぱり使いやすいし、マットですね。しっかり押さえている。でもカバー力は結構良さそうなんですよ、ね、アンチダークニングっていう表現いいですね。ただ明るくするんじゃなくて黒く見えるところをカバーしてくれる。確かにそうかもしれないですよ。今血管に塗ってみたんだけど血管だけ隠してくれるような感じ。本当に自然ですね、うん、でも21よりもうちょい男性も使えるように22とか3も出してほしいんですけど、15は明るいっていうよりピンクですよね多分。結構ピンク21。これ見て、パフの殺菌機。私見たことないけど、紫外線で菌を殺してくれる。これ買ってみよう。結局いっぱい買うじゃん。視聴者様だって男性の方珍しくないですか。화장품사러왔어요。이거유명하죠쿨링효과、네、남자들한테는꼭필요합니다진짜、네、립밤은못使うし한국어잘한다또영상봐주세요、네、감사합니다、네パスポート持ってる？で、해주세요。割引されたよ。はい、ということで今日オリーブヤングで撮影許可いただいていろいろ撮影をしてみました。実際韓国で売れているものと日本にもあるものを見て楽しかったです。あと日本の方が充実しているブランドもあって日本で買うのもいいのかなと思います。オリーブヤングすごい楽しかったので皆様もぜひ来てみてください。オリーブヤングが明洞だけでも4つあるんですけど、フラグシップのところが一番大きいのかなと思うので見てて多分一番楽しいのかなと思います。使い心地とか説明とかはまた別の動画で撮影したいと思いますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。そしてこういうテストもしてほしいとかっていうのはあったらぜひ皆さんコメントで教えてください。ありがとうございました。バイバイ。